はい、それでは第11回紅白戦始めたいと思います。はい、皆さん拍手。わーわー、じゃあスタートボタン押してください。今日回るぜ。え、またさあ、1P側に座ってるのはバシキラ。バシキラ早い出番が。さあ 2P 側は念願のバネサ、念願のなんだっけ、バネサと合体できた3だっけ。バネサいる？俺目が悪いから見えないけど、あ、だからバネサに合ってる。あ、取った取った、取ってない、取ってない。あ、取るの取るの取るの、取った。さあ潔い、バネサと来た。え、ってかバシキラーのチームがバネ、バシキラーのチームがなんか悪パチになってる。さあ悪パチのチームが出てきた。さあなんか、あ、いきなりガラスしちゃったぞ。大丈夫、チーム使えんのあの人。さあダイヤスパイク、これはさすがにガンギレ。さあ噛み合って、あ、はい。さあ AC 強ターン。さあ画面知ったか。さあバネスタがなんだかんだでダメージ取られてる。お、今度はダイヤスパイク、さすがに通さない。さあ、コートして。ダメージいってるけど。ワン、ツー。さあ、じりじりしてる。お、通気に走って前転。すげえ。さあ、ジャンプシーン早出し。勝ったな、バシキラーのチーン。さすがバシキラーだ。帰らすだけある。何人帰らすんですかね、今日は。さあ。さあ、パッチ回りが出て。ガメ足、得意のぶっ放し。今回のモーションは段階にできないよ。さあジャンプし早出し、中段から強ターン、しゃがみしゃばれ。さあジャンプし早出し、チームはジャンプシーンが超強い。さあなんとかバネスタと合体したか、取り返す。さあこれ弱い弱いって捨てたアテなんか出てきた。さあ空中投げ、サイコボール、テレポート。さあ投げね、ジャンプシー、はい、空中投げの失敗だと思うけど、三角飛びしてる。さあ逃がさずと、C 投げ、かく乱している。さあかく乱して、サイコボールが刺さる。さあ勝ったのは、バシキラー。さあ対する、そのバネッサ、ダイタさん側は、今なんか買い分けしたぞ、胸縛りの。パンパンパンと、頬を叩いた3回。さあ気合注入。最初パオ、キンキー。さあ実はこれパオが結構きついんだけど。さあフェニックスアロー。さあすごい、さすがパチ回りが光る。これさすがのパチ回り、離される。さあちょっと安いか。さあ血だけ入って、置き締めはちょっとどうすんのかな。さあ中段離して、上。さあボール、最高シュート。さあ勝ったのはバシキラー。まずはバネッサーと合体したカイロスター。さあ一人目、一人目カイロスター。さあ二人目出たのはライデンタメゴロさんですね。懐かしの。いや、なんか、統一で。はい。なんか今日名前違うけど、ライデンタメゴロさんで。あの時の雪辱を晴らします、僕は。さあ、ライデンタメゴロさん、スタート押しちゃっていいっすよ。どうぞ、はい。さあ、バシキラー。今度は、あー、今日、アテナ、あまり、あー、いつもの悪パチですね、これ。悪パチ。いいパチと悪パチがあって、これは悪パチ状態です、これ。ワルパチはなんかパチ回りだけで言わせる、なんか汚いプレイというか、初見殺しというか、なんかそんな、なんかミスして申し訳ないっていうか、相手に。こんなプレイで勝ってすいませんって、なんか俺が頭避けたくなっちゃうんですよね。まあ、そんなワルパチのアテナができたぞ、まだ。で、これ、ナオさんぐらいでアテナがきついけど。まあ、噛み合う。全然噛み合う。安いけど、あれしかないぞ、アテナ。さあ、オラを離して。
待てな、起き上がり早いから前ピン間に合わなかったね今。おっ、すげえ当たり方した今シュートに。さあオラーってまた離して、起きてはしない。そう、ジャンプリーが上に強すぎる。うわっと、これはあお互いミスる。あさあ、しっかりゲージ貯めて勝ったな、バチキラーのアテナ。あ、プルプルよして、あ、次カスミ、カスミ単体アテナちゃん、新旧女帝対決これ。さあ、サイコボール D 投げ、殺到している。うわー、すげえパチ回りだこれ、さすがパチパチしてる。さあ、サイシュート、ボール、大ボール、失礼。さあ、サイコボール、拡散されているぞ、カスミが拡散されている。さあ、なんだか勝つが、もう体力がない。さあ、ライデン溜め五郎には強力な親父がいる。が、ちょっとゲージがないか、発動するかな、溜めてもいいよ。さあ、止まった、親父止まったけど、あっと、ミスる。来た、これ出ない、親父が出ないこれ。あ、またこっちだぜ。さあ、マイビー、さあ、バシキラまた勝った、これ燃えたろ。さあ、バシキラてか、バッシュさんに土下座だな、これさあ、こんなプレイでバッシュさんに勝ってよ、もう土下座ってよ、本当に。さあさあ、フフってやって続きに前転、端から逃がさない構えかな、これはこっちだぜ。フラッシュ、ちょっと危なかったな今。さあ、エンゲルビー、エンゲルビー、ジャンプリー、よし、こっちだぜ、端から逃がさない。おっと、危なかった、おっと、うわー、バッシュキラー、これ来た、これまた帰らせましたよ。ライデンタメコロさん、お帰りです、これさあ、2P 側のチームは次誰が出るんだ。あ、ここは私が、クーラーに神こきされたいさんですよね。さあ、出てきた。ちなみになんか神こきされたいっていうのを初期さんはさっき言えなかったんですよね、なんかなんか自分はなんかそういう汚れたセリフは言えないみたいな寒い立ち回りでしたね。僕はまあ関係ないんでそんな言っちゃいますけど。さあ、クーラーに神こきされたいさんが座って、なんかお金のやり取りして、さあ、飲み物が出てきた。パナジウム天然水110円、やばいよこれ、530ml だよ。さあ、飲んで、一口飲んで、準備万端？オッケー？オッケー。さあ、スタート。クーラー、噛みつきされたいね。さあ、これ、すごいチームだ、これ。あ、てか、これ、またワールパッチタクマ？これ、裏タク？これ、初手の、多分、これ、詳しいチェストを、貢献ってやりたいだけなんですよ、多分。マジで。見てください、多分。チャンスがあればですけど。さあ、ガメ足、チャンスがなさそう、これ。ケイラッシュの攻めが続く。一気に体力が8割ない。あー、苦しそう、タグマ。でも、悪パチしたい、早くしたい。悪パチしたい。来た、あー、ガーケンされちゃった。貢献打ちたかったのに、あの後貢献打てるんですよ。でも、攻撃打つ前にガーキャンされて今、やりたいことやらせてもらえなかった。寒い、本当に。さあ、変わったのはクーラーに噛みこされたいさんのケダッシュ。さあ、アテナちゃん出てきた。よし、あら、画面足いっちゃった。最高まで。あー、これは噛みちゃった。本番失敗する、でも。さあ、ジャンプリー入らせて、危ない。おお、さあ、ワールパッチ入って、エンシー、ミスる。
さあ、画面しちゃった。逆に出たぞ。おお、三角飛びから面白い。さあ、ヘリスタード、今回サイコボール弱すぎる。さあ、ジャンプリー、裏回り。さあ、死投げ、はい。さあ、ぶっ飛ば。さあ、まだまだパッチ入って、なんとか取り返す。さあ、プルプルよして、クーラ対アテナちゃん。さあ、これヒロイン対決。ただ今回アテナちゃんがちょっと苦しいぞ、かなり。あー、カウンターに入った。さあ、勝ったのはクーラーに神こき伝えたいさんのクーラー。いい子だ。いや、神でしごかれることですよ。今、実況さんから神こきってどういうことですかって説明があったんですけど、まああれを紙でしごかれることだと思うんですけど、クーラーの長い紙で。まあ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 、さあ、斜めし、さあ、コンボ、あー、今一連ドロップか、ミスったのか。さあ、ハイして、ワルパチマリー、ワルパチマリーは投げとか結構一連ドロップとかしたいだけだから、どうする、パンして。さあ、さすがに押し切り。さあ、グンナイ、置き詰めはまたぐんない。ワルファチマリーあんま対空出ないからガンガンいってもいいっすよ。さあ、来た。さあ、ジャンプして、怪しい。あーっと、なにこれ。さあ、お互いグタグタ。ただもう、あとがない。相当走ってる。あー、さすがに、帰らされた、これ。バシキラ帰らされた、逆に。さあ、勝ったのは、クーラーに神こき されたい、神こきされたいさんのクーラー。え？あ、わかる。じゃあ、1P が次座ったのは、流しさん。さあ、名無しさん、え、なんか急にキャラが強くなった気がする。なんか相当キャラ並んでる、受けを狙ってるのかな。さあ、なんかこれ森もちっぽいキャラが出てきた。てか森もちじゃないのこれ。さあ、ウィップ1番。さあ、クーラ対ウィップ。森もちはかなり得意としてるカードだけど、これ森もちじゃないからどうなんかな。さあ、ナメスさんが、あ、動いてる動いてる、すげえ動いてる。早押し早押し。さあ、暴れて、距離取って、ぶっ飛ばし、噛み合って、ダメ押し、砂で出るも、また中距離アタック、荒らして、荒らして、荒らす。そしたら逆に荒らす、クーラー側荒らす。ダヤシダヤシ、ただもうダメさがすごいから、もうクーラーの体力がない。ちょっと危なかった。さあ、レーシング待ちの大事かな、今。たくさん振ってんの、さっきから。あー、すげえ、すげえ、お互いすげえ。うわ、間に合わない。さあ、ブームラン、しっかりゲージ溜めて、勝ったな、ナナシのウィップ。さあ、ナナシさん。ウィップとか使えるのか、この人。さっき荒らしてるだけだが。まあ、でも一番いいとはそれでいいよね。さあ、走り込んで、ブームラン、すげえ。あ、さすがにこれは。さあ、勝ったのはクーラーに神こきされたいさんのカスミ。いや、またあの、また塾長さんから神こきって何ですかって質問が出たんですけど、本当は半端じゃないですよ。この人俺を殺しに来てる。やばい。さあ、ツアー出て、ぶっ飛ばキャンセル、ぶっ飛ばキャンセル、ぶっ飛ば、ぶっ飛ばだけだ、この人。
またぶっ飛ばかな。あ、ぶっ飛ば。はい、この人立ち回りがなんか地上ぶっ飛ばしかないぞ。逆にかぶされていくと前転からクリティックか。はい、落ち攻めはどっちの。さあ超当てにされる。逆にさあ汚い。さあさすがにこれはきつかった。さあ大将のクーラさん、これマジ森持ちなんだけど。なんか順番とかが。さあまあでも長瀬さんはさっきまでなんか森本さんと遊んできたって言ってたから、まあ仕方ないですよね。森本さんに影響を受けても、あの人は素晴らしい人だから。森本さんは素晴らしい人です本当に。さあエンケルビー勝ったな、クーラちゃん。今度は逆に相手のクーラーに神こきされるのかこれ。さあフォクシー対クーラー。さあブレス中距離でなんかずっと誘い受けしてる。誘い受け、お互い誘い受け。さあ崖岡入れてダーキャンで押し込んで、ファイターしてもしゃがまれる。さあスパキャンで半分ぐらい減って、で、特殊がきつなくてちょっと、あ、これはちょっと安い、発動コンボできなかった。さあギリギリしてる。さあここでフォクシーが嵐に来る。嵐に来た。さあ来たよフォクシーよ。はい、クリティックか、ダン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 。はい、これ減らない。さあ置き去りどうすんの。さあ死ぬ投げ、もうクーラーとはない。森もっち、森もっち、森もっち、偽物の森もっち死んじゃった。偽もっち